今日は牧も抑えましたね。ここはやっぱりストレートの力があった分、はい、その変化球にやっぱりタイミングが整ってなかったですね。今日は7回の表です。今度はマウンドに上がりますが、宮崎に一発を許します。あ、これね、逆球で少し力がないとは言うね、はい、宮崎は抑えてるのうまいですね。そしてこの後です。はい、僕はこのトラフィックしました。兄貴のプロアップフォーリーですが、恐ろしいスピード。いや、もうやっとね、ワクワクする速さです。そうですね、はい、皆さん見に来てほしいですね、はい。そして8回なので梅野が降板して神田との三振、まあ、後続のピッチャーとしてもですね、その後しっかり抑えましたよね。はい、今度はね、1回目のホームランを打たれましたけど、はい、この2人はまあちゃんとね、ゼロで抑えてきましたから、はい、ですから、セルフィーの相手に1つこう、きっかけを与えるのではないかと思いたというまた明日につながりますよね、はい。一個ずれで座ってんだよね、前後の。そうそう、ケンちゃんここに座ってた前の人がいるってことか。東京ヤクルトスワローズの金子裕太です。本日もご来場ありがとうございます。今日も勝てるよう頑張りますので、熱いご声援よろしくお願いします。お、なんかいいね、懐かしいって感じしない？